皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。日本選手らの連日の活躍の一方で、選手らへの誹謗、誹謗、中傷が問題化している今回のパリ五輪。準々決勝で敗れたバレーボール男子日本代表も、その標的となった。柔道に始まった、心ない SNS ユーザーの、攻撃、の標的は、無差別状態と化している。 写真、パリゴリンバレー男子準々決勝。悔しげにコートを見つめる西田の妻、小笠里奈、右から二人目。52年ぶり金メダルを目指して八強に進んだ日本は、5日に22年世界選手権王者のイタリアと対戦。第2セットまで練習したものの、最終第5セットにもつれ込む激戦の末、2対3で逆転負けし、姿を消した。試合が終わると、 敗戦の責任を追及するような数々の投稿が SNS で寄せられた。西田裕二、24イコール大阪ブルテオン、と小野寺大使、28イコールサントリー、には、西田、小野寺はもう引退でお願いします、といった投稿も。西田は自身のアカウントでこれをリポストし、スタッフの公式 X では、自分の大事な友人や、 家族や子供が一生懸命に何かに挑戦し、涙を流し汗を流し、それでも届かなかったときに同じことを僕は言わないようにしたいです。人は挑戦することの大事さを尊さを忘れてはいけないと思います。と訴えた。特に第5セットでサーブをミスした小野寺にはサーブミスとかごみ、素人でもクソだとわかると批判を通り越した侮辱的な投稿もあった。 それでも小野寺は X で、一部の方からの誹謗中傷もコメントや DM に届いていますが、僕があの場面でミスをしてしまったのも事実ですし、そのような意見があるのも仕方のないことだと思いますと受け止め、それほど僕たちの試合を応援してくれていた人が多かったんだなと感じています。と前向きに綴った、特に第5セットでサーブをミスした小野寺にはサーブミスとかごみ、 素人でもクソだと分かると批判を通り越した侮辱的な投稿もあった。それでも小野寺は X で一部の方からの誹謗中傷もコメントや DM に届いていますが僕があの場面でミスをしてしまったのも事実ですしそのような意見があるのも仕方のないことだと思いますと受け止めそれほど僕たちの試合を応援してくれていた人が多かったんだなと感じています。と前向きに綴った。 柔道女子52キロ級で2回戦で敗れて号泣した阿部唄、パーク24にも辛辣な声が届いた。4日の会見では SNS 投稿について、見たくなくても目に入ってくるものではあったので、あまり気にせずと明かし、改めて選手は本当に、一人一人が人生をかけて、すべてをかけて頑張っているので。 温かい言葉が人としては嬉しいかなとは思いましたと真剣な表情で語った。日本オリンピック委員会 JOC は1日止まらない誹謗中傷を問題視し緊急声明を発した。SNS 等を通じた皆様からの激励応援メッセージはアスリート監督・コーチへの大きな力となっています。その一方で心ない誹謗中傷 批判等に心を痛めるとともに不安や恐怖を感じることもあります。チームジャパンを応援いただく皆様には、誹謗中傷などを拡散することなく、SNS 等での投稿に際しては、マナーを守っていただきますよう改めてお願い申し上げます。その上で、侮辱、脅迫などの行き過ぎた内容に対しては、警察への通報や法的措置も検討いたしますと警告した。 それでも止まらない抽象の嵐。匿名をいいことに言いたい放題を続ける人たちの言葉の刃は全てをかけて戦う選手たちの心を傷つけている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。